全日本が終わって、まあ、ちょっと体調の面とかもちょっと長めに休んでて、まあ、久しぶりの試合だったんですけど、まあ、ダブルスということで安藤選手と組んで、まあ、心強いので、まあ、自分はやるべきことをやるべきかなと思って、まあ、結果勝ってチームは負けてしまったんですけど、まあ、大事なダブルスで取れたのは大きかったかなと思います。はい、正直、まあ、そういうことは考えてなかったんですけど、だから今日オーダーが発表されてから安藤とは本当に久しぶり、前回多分やったのが9月とかの T リーグぶりに組んで練習したんですけど、まあ、赤宮監督もすごいダブルスを大事にされてる方なので、まあ、そのダブルスに起用してもらえるってことはすごい意味があることだと思ったので、その役割をしっかり果たそうと思ってました。はい、その先ほども言ったように、自分個人的にもちょっと休んでたっていうのと、ダブルスも本当に久しぶりだったのもあって、まあ、ちょっと正直相手も強い選手なので、勝てるかどうかっていうのは分からなかったんですけど、まあ、逆にそれ、相手が強いということで、自分たちのやるべきことをしっかりはっきりさせて、思い切っていけたのが、今日の結果につながったので、まあ、チームとしても、そういうペアリングが考えられるってことは、すごいプラスになったんじゃないかなと思います。まあ、T リーグはすごいレベルの高い試合ですし、毎試合毎試合出てるわけではないので、その試合に起用してもらったときは、本当にチームのために、自分のために、結果を残すことが大事だと思っているので、まあ、ファンの方とか応援してくれている方もいるので、そういう方のためにも勝ってチームに貢献していけたらいいなと思ってます。トップ名古屋は現在、何だっけ ちょっと本当にセミファイナルを狙っている位置にいるんですけど、まあ、今日負けてしまっているんですけど、そういう中でも本当に後ろでもう熱い声援を送ってもらってて、なかなか大きな声を出すことはできないんですけど、本当にそういう気持ちが伝わっているので、それが選手全員本当に力になっていると思うので、引き続き応援よろしくお願いします。